LZB の誘導ケーブル目標速度時速 250km、先行列車までの距離が 9.8km と表示されたアイス2のケーキ LZB はスピードシグナルや自動列車制御装置の概念に近い車内信号方式の鉄道における信号保安装置の一種である。ドイツ鉄道、スイス連邦鉄道、オーストリア連邦鉄道、 スペインのアベニューなどの幹線や高速鉄道路線で使用されている。ドイツでは最高速度時速 160km、スペインでは時速 200km 以上の高速運転を行う路線で使用が義務付けられているが、若干速度が遅い路線でも線路容量を上げるために使用されている。線路中央に付設されたケーブルから線行列車までの距離や先方にある 速度制限の情報を得て、運転室の計器に許容速度と目標速度を表示する。また、列車自らの情報もケーブルに送り出していく。当初は4 9トル先まで計測可能のものであったが、アイスの運行開始に伴い9 8トル先まで計測可能な高速運転に対応したものが開発されている。日本の自動列車制御装置とは異なり、 速度制限や先行列車との間隔に応じて移動閉塞に似た速度制御を行い保安度を高め自動運転に近い制御を行っている。ケルン・ラインマイン高速線では LZBCE2 と呼ばれる時速 300km 超の高速運転に対応したシステムが採用されており 9.8km の計測範囲を大きく超え距離に限定されることなく 先まで読めるようになっている。ありがとうございます。